クラーク・マクアダムス・クリフォードは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士。リンドン・ジョンソン政権にて、第9代アメリカ合衆国国防長官を務めた。第二次世界大戦後に、アメリカの中央政界において、最も影響力を持った、弁護士と呼ばれ、晩年に、政治的に失脚するまで、民主党有力者に、重要な助言を与え続けた。 1906年12月25日に、カンザス州フォートスコットに誕生した。セントルイスワシントン大学ロースクール卒業後、1943年まで、ミズーリ州セントルイスで弁護士活動を行った。1944年から1946年にかけて、海軍で勤務し、後に、海軍顧問として、ハリー・エストルーマンと違うを得る。 1946年から第2代大統領法律顧問としてトルーマンに仕え、トルーマンの最も親しい友人として政界に人脈を築いた。この間の功績として国家安全保障法の起草、フェアディール政策、イスラエルの建国承認で重要な役割を果たしている。1950年1月31日に大統領法律顧問を辞職した後、 養殖への就任打診があったにもかかわらず、ワシントンに法律事務所を開設し、法務活動を再開した。ハワード・ヒューズとジョーゼフ・ P ・ケネディの法律顧問を同時に、務め、フィリップス・ペロトリアム、トランス・ワールド・航空ヒューズ・ツールズ、ゼネラル・エレクトリックといった大企業の法律顧問や取締役に就任した。一方で、数多くの政治家の個人法律顧問を務め、 政策アドバイスからスキャンダルのもみ消しまでをこなした。1960年に政権が共和党から民主党に移ると民間人の立場からジョン・ F ・ケネディに対してアドバイスを与えることになる。ケネディが暗殺された後のジョンソン政権でも同様だったがインドシナ政策をめぐりジョンソンと対立して辞任したロバート・マクナマラの空席を埋めるため 第9大国防長官に就任。トルーマン政権とジョンソン政権で短期間、行政官を経験した以外は、純粋な一民間人に過ぎず、単に、ホワイトハウスの近くに、事務所を構える一弁護士に過ぎなかった。しかし、その政治的影響力は絶大で、一種のフィクサーとして、恐れられ、民主党に限らず、共和党政権の政策にも重大な影響を与えた。 だが、1991年に発覚した、武器祭スキャンダルでクリフォードは、数件の連邦法違反に、積極的に関与したことが暴露され、影響力を失った。1998年10月10日に91歳で、亡くなり、アーリントン国立墓地に埋葬された。クラーク・ M ム・ギファード・リンドン・ジョンソン・アドミニストレーション。オフィス・オブ・ザ・セクレタリー・オブ・ディフェンス。 ヒストリカルオフィス、2019年11月18日、閲覧。マコラック、デビッド・ジー・トルーマン、サイモンシュスター、C1992、ISBN0 から6714565478トルーマン・アドバイザー・リコールズ・メイ14、1948でシジュン2・レコグナイズ・イスラエル、リチャード・ H ・カーティス。ワシントン・レポート・オン・ミドル・イースト・アフェアーズ、メイ。 12991http コロンスラッシュスラッシュ www.shapel.org l スラッシュ btl.aspx 2929174ワイツマンレター2クラーク・クリフォードありがとうございます